Michal. Hula. Kumasta po kayong lahat. Bonjour. Mahalo. Kasuma sa. Bon giorno. Konnichiwa. Kiora. hola Hola. Salopalava. Papakabar. Rich in the music of different cultures, this is Multicultural Radio, Cairns FM 89.1. Cairns Community Radio would like to thank the Community Broadcasting Foundation for its invaluable support for multicultural programs on Cairns FM 89.1. Multicultural programming on Cairns FM 89.1 does not reflect the views or ideas of management staff or its volunteers. Wakwaku Japanese Radio on Cairns FM 89.1. 皆さんこんばんは DJJUN です。Good evening, this is j u n i hope you're having a great time.The weather is getting kind of warm and we, I think, just about for k e n s Festival. というわけで今回英語から始めていましたね。いつも最近全然英語喋ってないじゃんっていうねあのお叱りを受けましたので P から、ね、<あ>反省しました。え私ですか、はい、そうなんです。<laughs> <laughs> ということで始まりましたけども、ね、あの冒頭で英語でも言いましたけどいよいよやってきますケアンズフェスティバルそしてその鳥のパレードあ鳥じゃないですね,ですね鳥じゃないですね <laughs> なんかパレード鳥,鳥っていうねそうですねでもフェスティバルケアンズの最初はパレードでスタートそうですねっていうのがケアンズっぽいですね,そうですねあそうか鳥っていうのは普通最後っていうイメージメインまあ、まま、メインまあねうんやっぱインパクトありますよね そうですねあのパレードはね。うん、はいというわけでいよいよパレードが 25, ですか25日の土曜日です、ね、土曜日にあるそうなのでね、はい、もしお時間があればぜひ行ってみてください、はい、そしてそれで24日からいろんなのがねライブとかいろんなの、えー、イベントが目白しとといいうことではい、ちなみにその25日のパレードはケアンズのエスプラネードのところをあの通行止めにして行われます。夕方ですね、はい そして去年優勝したのが日本人チームというねおめでとうございますということでねあの今あのえうちのラジオの「k a n s f m 8 9 1と最初に言っていただいてる女性の、はい、もうこれはうちのラジオ開局してからずっとこのゆいさんのね,そうですね声で。 言っていただいてるんですけども、ソニリさんが所属するチームが優勝ということですね。おめでとうございました。二連覇をぜひ目指して。ね。そうですね。二連覇だと初になるんじゃないですか。初ですね。可能性ありますよ、本当に。ね。というわけで、楽しみですね。はい。えっと、じゃ、まず、じゃ、今週の、プログラムから発表お願いします。はい、えっと、今週はインタビューが、キャノン美香さん。 のインタビューを放送いたします。ミカさん、はい、キャノンミさん、どういう方かはあのインタビューを聞かれてみてください。うん、で、えっとその後にえっと英語のエンジョイトークですね。今回音楽、うんうん、だったと思います。はい。そしてえっとリギュラーコーナー本トーク、そしてコモトークとなっております。はい。というわけでね、今週も楽しくいきたいと思います。よろしかったら最後まで聞いてください。ワクワクジャパニーズラジオオンケンズ FM eighty nine point one インタビューコーナーはいというわけで今回のインタビューはですねキャノン美香さんという方に来ていただきましたありがとうございますお忙しい中ねどうですか美香さん 然とますけど初めて来てどのタイミングで話したらいいのか分からなかった初めてですかラジオでインタビューっていうのはどうですかおもいこんなふうになってるんですねレコードに囲まれてはいはいはい全然知りませんでした聞いてる時も想像つきませんでしたそうなんですよねこうやってねこのラジオ局は皆さんボランティアでやってるっていうね本当にねコミュニティのために頑張ってやってますけども今回ね美香さんいらっしゃったということでまずあの 自己紹介を簡単にリスナーの方にいただけますでしょうか。<あ>よろしくお願いします。はい、キャノン美香と申します。ケアンズに来たのは、えー、もう忘れちゃったんですけど、<laughs> 多分忘れましょう。多分十七年くらい前だと思うんです。<laughs> <laughs> なるほど。はい、その時はワーキングホリデーのビザでここに来て、ツアーガイドとか、うん、あとはそのうちビジネスビザも取るようになって通訳ですとか、あと翻訳とかウェディングアテンダントの仕事などもして。うん その後、それをやめてだと思うんですけど、ミ <laughs> カさんは、しかし声いいね、うん、声優さんみたいな声だね。えー、うんなんか本当にありがとうございます。うんなんかもうほら、よくあの企業企業のさ、<laughs> ビデオとか作るに流れる声だよね、<laughs> 当社はみたいなのを、ね、地元の本 <laughs> とかみたいなさ。 <laughs> すごく声が通るいい声だと思いますけれども。えー、そういうことやられてなかったですか昔は放送局やって、放送部員だったとか。本にもう演劇部でしたよ。あ、だからじゃあ、声 <laughs> になんかね、あれがあるもの。ストーリーがある。えー、うん。演劇だ、やっぱりさ。すさすがだね、本当に。あちね、演劇やった人は。<laughs> というわけで、17年ぐらい前ということは、じゃあ2000年以降ですね。 そそうう多分そうだと思います、ね、ミレニアム以降ね、はいうん、ノストラダムスの大予言のあとねちょっともう忘れちゃったけど <laughs> まあそうねなるほどということで、まあ、今、まあ、ケアンズいらっしゃるということなんですけれども、はいまあ、どんなこと今されてるんですか今はあのー、ウェブショップや実店舗をケアンズの街の中にあるのでそこでオーストラリアはとってもナチュラルなものとかーオーガニックなものがいいものがたくさんあるのに全然宣伝していない。 人が多いので、うん、それを日本の人にも、うん、オーストラリアの人にも知ってもらいたいなと思ってお店を運営してますなるほどどういったあの特に何でしょうお特にお勧めするものってありますもどれもおすすめなのでどれとは言えないけど今日,今日のベスト3って感じでどうですか <laughs> 今私の頭に浮かぶベスト3日本の方とオーストラリアの方そもそも好きなものが違っていて例えば日本の人は 食べるクレイとか聞くとえって思う人が多いけど食べるクレイクレイって何ですか泥泥ですよね泥食べれんのうんでもオーストラリアの人そんなそうそう幼稚園かなそれ体に悪いと思いますあ、ごめんなさいごめんなさいあの食べるクレイってのがあるんですかそうそうそうそれどういうあれなんですか全然なんかね、水に溶いて飲むんですけど でも味は片栗粉をお水に溶いた感じで別にまずくはないけどやっぱりそうそうでもギョッとする方が多いんですよ日本は。ギョッとするよ、粘土って言ったらそうなオーストラリアではそういうクレーンオーストラリアの人はあここに売ってたのねいつもネットで買ってたのよみたいな調子でれ面白い健康にいい 健康食なのね、それはそうそう、でも顔に塗っても<あ>体に塗ってもいいお風呂に入れてもいいしそれオーストラリアの泥なんです、泥いうそうなんですクレイなんですね、ちょっと泥ってやめましょうねなんかね、<laughs> クレイレいですね、<laughs> はいはい、オーストラリアでできたクレイ。そう はあ、それどういう形で販売してるんですか？顔に塗る用ですか？お茶お茶用ですか？どっちでもいいんです。どっちでもいいんですか。はい、ああ、これは面白いな。そうなんですよ。へえー、それは僕も知りませんでした。そう、そういうのも、はい、広められたらいいなと思って。今確実に広めましたよ。今、ね、天パに。<laughs> このワクワクラジオはこの後 YouTube にも載りますから。わい。はい。<laughs> クレイ、あ、ここれは世界でもあまりないんですか？まあ世界でもあるけど、オーストラリアのクレイは。ですけど、うん、日本にも。 輸入している業者はあるんですけど、なるほど多分。 お値段がとてもお手頃だと思いますオーストラリアなるほどしかもあれですよあのオーストラリアのね土地ってね実はね去年だと思うんだけどダーウィンの近くでね石が見つかったんですよこれなんと43億年前の石だったんですね43億って地球が多分44億ぐらいにできたんで1億年前ぐらいにできた石ってことで多分今まで見つかったもが一番古いんですねそれこそもどうによって地球ができたかとかそういったこともわかるっていう話なのでやっぱオース すでに大地はね、古いね。うんうん、で、その古い大地でできたクレーでしょ、はい、これすごいんじゃないですか。人間の D. N. A. レベルで、こう,う影響を与えるぐらいの効果あるんじゃないですかね。だから広めたいんですけどね。クレイ、クレイミカでどうですか。<laughs> 失礼しました。<laughs> はい、というわけでね、じゃあ、あの、まあ、そういうクレー。まあ、そういったいろいろオーストラリアのものを、まあ、紹介しているというような感じ。他に何かありますか。 えー、他<に>もうたくさんありますよ、うんうん。いや、なかなかいい。よ <laughs> 例えば、オーストラリアの人は。うん、もう当たり前に使っている。マグネシウムオイルが。日本の人はあまり知らない、えー。当たり前に使ってるの、それも知らないんですけど。みんなよく知ってます。マグネシウムオイル。うん。何それ。あの、オース私たちが使っているの、はオーストラリアの西の湖から取れるんですけど。オイルですよね。 オイルじゃないんですけどオイルみたいな手触りなんですよ何に使うんですかそれ体に直接つけてもいいしぬる系ね、うん、お風呂に入れじゃないんですけど飲んあまあ飲ん,飲んでもいいんですけどねん、はい、なんかそういうの多いですねクレームも、うん、<laughs> どうしてもいいみたいな、はい、<あ>そう。マ、ま、マグネシウムオイル面白いですねそれはい すっごくもう汗かいても匂いも全部消えますしおすごいね疲れも取れるしすでに2個目僕どっちも知らないっすけ <laughs> おそらく24年になるのに済むのにははい、はいいいものがいっぱいあるんですよ。<laughs> 僕ね <laughs> きっとオーストラリアっつったらね、はい、あのカンガルジャーキーとか言うんかなと思ったんですよマカデミアナッツとかマカデミアナッツはこれね実はあの知らない方もいらっしゃいますけど <laughs> マカデミアナッツってハワイって浮かぶけど<う>実はオーストラリアのおかげですよそうそう ね、なんでまさきというかアメリカの人たちはうまいよね <laughs>、うん、あのほらトーテンポールの表紙にチョコレートくるんでさそうもうマカデミアナッツってたあのトーテンポールの,あの分かるでしょあの箱の、うん、あれじゃないですかだってマヌカハニーだってあ確かあマヌカハニーはニュージーランドでしょだけどもともとオーストラリアにあった木なのに。 え、そうなのまぬかってまた先を越されちゃってと思ってそう,そうなんだもうダメだね <laughs> もう完全になんでも先越されちゃうそうだね、うん、あんまりこうオれストラリアの人ってさやっぱり No w o r r っていうね No w o r r って感じだからさこだわ商売、ね、熱心じゃないのかもしれない。だからもう、まあ、いっかーみたいなね <laughs> 感じがあるからあまあいっかですそうですねうん。あまりこうほらこだわらないじゃん そう私たちもそう思わないと暮らせないし、うん、<laughs> そうね確かにね、うん、ここはねある程度までいったら、まあ、しょうがないよねっていう,、ね、うです感じはあるよねはい。 はい、本当にね、この間ね、ああ、オーストラリアだなっていうようなことが、本当についこの間ありまして、車が故障しまして、うんねあの、すごく困ってたんです、これ、本当に困ってね、はい、であの届けて、であの今、混んでるから、明日技術者が見るから、はい、それでいつ治るか、連絡するから、わ、はい、かった、ね、うん、まあ、連絡ないと、その日に。 ね、そしたらね、あの、連絡しなかったということを一切言わないで、うん、もう治ってるかいつ取りに来てもいいよって言われた、ね。わかる <laughs> なんかそれでごまかされ、かそれでごまかされた感がすごかったけど、はい、うん、これがオーストラリアだなって思った。そうですよ、たくさん。と言もね、あ、ごめんね、昨日連絡しなくて全くなかったね。グッドニュース It's big n i g h right now! みたいな <laughs> だって連絡するからね <laughs> は挨拶だと思います挨拶やねうん、うん、そうだねこんにちは<も>と同じ感じそれでいて連絡するとさあれ連絡するって言わなかったと言われるからね <laughs> これがもう、ね、またねびっくりするんですよあれってで待つと連絡ないっていうねもうわかるうか <laughs> もうこうやっぱりそういうところでオンオフをちゃんとやらないと、うん、なかなかオーストラリアはもう,こう24年住んでますからねはい まあいっかって思わないと。あまあいっかと、とりあえず言うっていうね。うん。とりあえず電話して、<laughs> あれあなた、明日寝出すって言わなかった。あ、ああそうそうだね。<laughs> こっちから寝出すって言わなかった。<laughs> ごめんごめんごめん。忘れちゃったぐらいのね、感じじゃないとね。本当 <laughs> です。はい <laughs> というわけでね、はい、時間が手間に来てしまいましたけどもね、あっとうういう間に早いということでね、あのこのミカさんのね、あの商品、非常にこのクレイ、はい、マグネシウムオイル、すごい興味深い商品が揃っている、うん、これ、ネットがあるということなので、はい、えこちら、ウェブサイトがナチュラルビューティーアンドザビースト .com、ね、ナチュラルにビ,、えー、ビューティー、そしてアンド the beast ですね。ドットコムということでね。はい、あのウェブサイトありますんで、興味のある方はどうぞこちらをご参照ください。はい、ぜひ。今回、本当にお忙しい中、ありがとうございました。<laughs> 私こそありがとうございました。ワクわくジャパニーズ radio on kens fm eighty nine point one。したこと。じゅんの。<Enjoy S 1> エンジョイトーク,トークミュージックバージョン。 おそこが入ります。ミュージックパージョン入ります。今、ふと気づいて、今回もですね、エンジョイトークの中で、音楽についてから英語を学ぼうという、前回あんまり英語出てなかったですね、ビートルズについて学んだとか、そういうのを含めての、英語って言葉だけじゃありませんから、文化を学ばないと話せない。さあ今回選んだ曲、今回ですね、エイミー・ワインハウス。渋いですね。渋い いやなんでですそうか僕、エイミーは悲しいっていう印象しかないんですけどね。はいまあねはい、早死にしちゃいましたんでねで、その死に至るまでの経過もちょっと大変でしたから、ね、そ,うらそうなんだ、うん、なんかね、僕、それ知らなかったんですけど、なんかすごいね、あの彼女とほら、彗星のごとくって感じじゃないですか、す昨日デビューアルバムでね。 デビューアルバムはフランクっていうタイトルのデビューアルバムでそれはそこそこ売れたんですね、そこで一応、イングランドでは名前は売れたんですけれども、その次の第2作の、バック・トゥ・ブラック、これがすごい大ヒット、ミリオンセラー。何ですか、曲は一番売れた曲、バック・トゥ・ブラックかな、タイトルナンバー、それも売れたし、あと、リハーブも売れたしなんかすごく懐かしいんだよね。 最初聞いた時はほら今の人というよりはさうん、うん、ちょっとこうなんか昔60年代か,なんか、ね、そうですね彼女あのもともとがジャズっぽい曲を歌う人だったんで、うんうん、でまあ 子供時代にやっぱりお父さんがジャズをずっと聞いてたんで彼女の芯っていうかね中に入ってるものがジャズなんですよねでも彼女はシンガーソングライターということで彼女自身が全部曲を作っていて「バック・トゥ・ブラック」や「リハーブ」すごい大ヒットした曲すべてまあ皆さんも聞いたらああっていうね分かる曲がいっぱいありますねでその中で彼女が作ってない歌を今日は選びましたタイトルはさんらしい 「Valerie」<laughs> えバレリーという曲でしてタイトルは女の人の名前でね「Valerie」っていう名前なんですけれども、はいはい、でこれオリジナルは「ザ・ズートンズ」っていう。 ズートじゃないですよ、うん、ズートンズっていう。こののビートルズのねという名前の、まあ、こちらもイギリスのバンドなんですけれども、まあ、インディーバンドっていうのかな、まあ、メジャーではないんだけれども、まあ、そこそこ売れてるっていうインディー系の,そのバンドがのオリジナルなんですね、そこの。で、うん、バレリーっていうの曲があって、えこれをエミーがなぜかすごく好きで,、うん、で、自分でこれをカバーしたいと。 が彼女は勇気のカバーなんだね、はい、カバーしたんですけど、はい、このバレリーはこの「バック・トゥ・ブラック」のアルバムには入ってないですこのバレリーをカバーしたいということでカバーしてでなぜかやっぱりエイミー当時名前がもう売れてたのかなだから彼女がカバーした人が方が大ヒット<ー>もうバレリーといえばエイミーの曲みたいな感じでその編曲 の方でもバレリーが売れちゃってるんですねともとの「ズートンズ」の曲はも,、うん、もっともうあの地味な感じのバンドがやってるっていう感じの曲なんですけれどもカバーがこいちゃうってね、はい、よくあるいで,、ね、ですね、うんはいで。これがですねすごくいいんですね。でこの歌がですねやっぱり歌詞がすごく多くって字足らずみたいな感じで言葉がいっぱいあって歌うのも大変なんです。 がまあ聞き取るのもすごい難しくてなんかトークっぽい感じで歌うんですかじゃあ喋喋っ,ってるっていうわけではないけれどもど言葉数歌詞がすごく多いんですね,いですねはい、うん、でもこの歌詞がやっぱりいろいろ見てるとあのとすごいあのストーリーがあってあス,トーーストーリーラインがこうできてるんでなかなかいい。うん 雰囲気に出来上がってていましてで英語を学ぶ人にとってもあの現在形がこういう時に使われて現在官僚がここに来てるのかっていう感じで、うん、例えばですねそのサビの部分で「うん、Since I've come home」っていうことでもうここから現在官僚が入ってくるんですけどもあの家に帰ってきてからずっとっていうことですよね。うん、my body is ここも My body has been a mess っていうことで、まあ、自分の体はゴタゴタだよずっとっていう現在完了両,両方でつながっている。で、えー、I miss your ginger hair ということでこのバレリーがジンジャーヘアなんでしょうね、うん、赤毛の髪の毛ということで、えー、ミス、ね、恋しいっていうことで今現在恋しいよっていうことになっていてそれからもう一つ恋しがってるのが The way you like to dress まあ、君が好んで着る着る方っていうの、うん、そういうのも見恋しく思っているっていうこの現在官僚っていうのはどうなんですかね久子先生としてはどういうふうに使うあのなかなか使えないじゃないですかそうですね、えー、日本人にない時の捉え方になるので、うん、すごく難しいんですけれども、うん、やなんだろう今,今に その行為が始まった時点から今という現在にまで影響を及ぼしているもの、うん、っていうことを頭に入れるとなんとなく分かるかなとか思うんですけれども難しいよねそうですねなかなか使えないよ、ね、まあ言われたら分かるんだけど、うんはい、これででもね自分では言えないんですよこれが使えるようになると自分の話している内容がじあの、まあえー、ネイティブスピーカーにもすごくよく分かってもらえるようになるんですね。うん、この時間 の経過を過去形で言うのか現在完了で言うのかで変わってくるんでこの辺が例えばさあ、ね、あのドラマとかいろいろ見てるとさよく出てくる現在完了、うん、自分のイメージはね「うん、宿題やった!」とか「はいはい、何々やった!」っていう時にさ大体「Have you done it?」とか「Have you finished your work?」とか言うじゃない。うんはい、なんでそこ「Did you finish your work?」とか「Did you do it?」って言わないのかなって考えると。うん やっっっぱりそこにに多分現在完了てて意味があるそう今にかかだから、そうそう例えばこうどっかに遊びに行こうしたときに、おい、宿題やったのっていうのは、今が重要で、うん、例えば、d o u って言ったら、うん、やったよって言った瞬間に、それは昨日でも OK なわけだよね。でも、Have you って言った瞬間に、Yes って言ったら、たった今やったってニュアンスがあるから、うん、多分 Have you って言ってんだなそ,それね、一番分かりやすいのが、うん、子供によく言うんですけども、手洗った 家から家に帰ってきて、あ,<ー>あなた、手洗ったって聞くときに、うん、have you washed your hands? って言うと、分かりやすいですよね。うん、そうだから、I have だったら、もう洗って手綺麗だよっていう状況。 言ってなるんだから親はそこだから今そう今,たた今洗ったのか今帰ってきて今すぐのこの状況で洗ったって聞いてるっていう,そ,う、ね、そこで考えるとねだから今、ね、もう今ってことなんだよね<う>、うん、今が関わってきているっていうところで、うん、そうだからここは現在完了で言った方が子どもも ああ洗ってないやとかあ洗ったとかそのその辺正直に言えますよねリジューって聞いちゃうといやいやアイディって言うとそう昨日やったかもしれないしみたいな簡単に答えられちゃってそうやって考える確かに使いやすいねですよね今が重要ってことで聞くときだよねそうですそうですはい。そういうのでこうこのバレリーの中にも現在完了と現在形といろいろ入ってくるのでこの歌詞を見ていただくだけで だから、そのハブ瓶、メスっていうのもメスな状態が今ってことや今も続いてる、帰ってきてから、いわずメスだったら、それはもう終わってることかもしれないってニュアンスが出てくるけど、ハブっていうと、この問題っては今まさに起きてるっていうニュアンスが出てくるんだよね今もメッシーで、家にどっかずっとね、旅してて、家に帰ったあの時点からこの今っていう時までメッシーなんだよっていう、その関わってるていうね。 ということでこの歌詞をぜひ、はいまあ、YouTube とかで見ていただいて、うんね、歌詞付きのがありますのでよく見ていただくとよくわかるかと思います。でこの「エイミー」はですね「えー、2000そのバック・トゥ・ブラック」で2008年になんと5つのグラミー賞を取ってるんです。10年前だね。そうですね、<ー>まさに10年前。このアデルが結構イングリッシュ シンガーとして、うん、彼女もすごい数のグラミー賞をエイミーの後に取ってるんですけれども、ねうん、エイミーが最初にその5つのグラミー賞イングリッシュフィーメルシール・スインガーとしては初の5タイトルということで、うん、当時すごい話題になったんですが、うん、このエイミー自身、うん、グラミー賞アメリカで授賞式があったんですが。あの あのドラッグのやりすぎで飛べなかったんですね飛行機で <laughs> ちょっと今軽く事故ってますよ飛べなかったんでどっちが飛べなかったん <laughs> ですか、ね、ドラッグのやりすぎで飛べないって飛行機で飛べなかったんでなかなか今うまい。<laughs> ドラッグの量食べ過ぎやりすぎ食べなかったっていう。はいやりすぎて食べない。どっち飛べなかったってはいわかりました。本当に本当に食べなかったわけね飛行機でね。フィジカルなるほど。ということであのその頃からもやっぱりドラッグが。あもうそうですねかなり前からずっともうバックトゥーブラックのこのスイディの前からちょっと薬漬けになってたんですね当時付き合ってた付き合ってた。 うん、ボーイフレンドが良くなかったんですけれどもあまあ彼からっていうふうに一応言われてますが本人もねそういうふうに流れやすい性格だった、うん、と思いますでまあねこんな花素晴らしい賞もいただいてるんですが、えー、その3年後の2011年に、えー、7月23日に27歳の若さで死亡してしまう。 はい若いですね。ね本当ね。のこの27歳っていうところがミソで、Twenty Seven c って知ってますか？あはい聞いたことあります。ジミンゲンとかね,ね。はいはい。はいはい、もう彼女がここの27歳で死んだということでまた Twenty Seven c の話が浮上してきたんですけれども、はい。でここでちょっと道それますが、うん、カート・コベイいますよね、はい。彼と私誕生日一緒なんです。<laughs> それだな、それだな今。二月二十日生まれ。カートも二十七かな、あれ違ったなと思ったんだけども二十八かなカートは確か。いや二十七ですよ。あそうだったっけ？うん、やっぱり彼も二十七で亡くなったんで、twenty クラブがまたその時に話が浮上したんですね。あそうです。はい。はい。というわけでね、まさかのね締めでしたけどね。ありがとうございます。はい、本当にありがとうございました。はい。 ワクワクジャパニーズ・レディオオン・ケンツ FM89.1 本トークの時間です。お待たせしました。はい、はい、今回しっとりと始まりましたけどもね、はいこのしっとりとして始まったには理由があるんです。今日のテーマは非常にしっとりとしたテーマをお送りしたいと思います。 ガンしっとりしっとりシャー専用ザクみたいなね感じですよねはいというわけで今回はガンダムの本ということでねそうなんですよガンダム好った僕ね多分ねドストレートのガンダム世代だと思うんですそうですよね私もどっちかとというガンダムムリアルタイな でもなんかガンダムって何回かあったよね、多分もう初期のブームがあって、そ,ね、その後なんかいろいろ新しいの出たでしょ、ゼータガンダムとかさ、なんか分かんないけもう、ね、あのそうなるとちょっとよく分かんないそうなると分かんですよね、うん、ガンダムでもちょっと怪しいのに、<laughs> ゼータとか言われたら、もう、ね、なんかあの基本問題はできないのに、応用問題出された小学生みたいなおろおろしちゃうみたいな。 でもこのアニメは本当すごかったですよね、人気が。もう、うん、ある意味でこう、一つのね、なんつうのかなブ、シンドロームというかさ、僕は正直、ガンダムは見てなかったんですよ。ええ、ただ、ガンプラというね、<お>ガンダムプラモデルの略、ガンプラ、はい、これがものすごい当時、人気がありまして、ありましたねもう買えないんですよ。 まずガンプラガンプラがね、えどういうレアな売れ切れちゃうすぐあ、なるほどなるほど、そうで、あのおもちゃ屋さんに、あのまあ、当時僕、小学生だったんで、はい自転移動手段、自転車、はいで田舎の学校ってね、学区外っていうのがあるんですよ。うん、はい 勝手,にそう勝手に街を出ると次の日あの言いつけられると怒られるっていうね、うん、そうそうそうちょっとドキドキしながら出るんですよねドキドキ境目を境目をねあの看板がある街の看板をきょろきょろしながらきょろきょろしても畑の真ん中だからきょろきょろする意味ないんだけどね自分を隠してくれるものはないからねきょろきょろしながらついにこの一歩っていうのがあるわけですよありますでそれでそのガンプラが売っているいあの田舎だから、はい、そのい,いわゆるそのガンプラってねなんかね、うん 東京とかだとさ、おもちゃ屋ってとこに売ってるんだけど、はい、田舎だとね、駄菓子屋みたいなところで売ってるのよ、なんか、あ<ー>一部に。そうですよねあの、私も記憶では、そんなに大きなとこに売ってなかったそうそうそう、個人商店のとこにあって、だからすごく噂が流れるわけ、あそこにあるらしいってってね、ああ、なるほど。でも当時は携帯とか SNS なんて全くない時代ですから、そうですよね。 あそこにあったとか、うん、らしい親戚のお兄ちゃんが言ってたと <laughs> もう親戚のお兄ちゃんが言ってた時点でもう絶対ないんだけど口コ,ミ力 <laughs> 口コミ力なんですよそれでしかもうすぐ行けないからね、はい、行くのは土日ですよなるほど、うん、あそうですね週末に電、ね、車、ね、土日にもう密集するわけですよ、はい、でみんな朝早く開店前から行くわけですよ、はい、で並んで やっぱりそのあの近くに住んでる人が有利ですよね、やっぱりすぐ行けるこっちは遠征ですから、しかも学外を <laughs> 気にしながらね、で、行くと、やっぱりこう微妙にお前、学外じゃないのかっていう圧を感じながら並ぶわけですよ、これ結構ね、小学2、3年にはきつい作業ですよ。そうですね、かなりなんかこう、刺激的な体験ですよね、そ,れはそこはもうガンプラが欲しいっていうだけなんですよ。 それを私は知りたいんですよね。自慢したいんです。なるほど。そうなんですよ。それ、俺持ってるよと。うん。俺持ってるよっていうやつですよね。ええ。そういうのもですね。あのなんでこうガンダムを紹介しようと思ったかと言いますと、はい。あのシドニーで毎年一回スマッシュというアニメのエキスポが、聞いたことあります。あるんですけれども。聞いイベント。 そこで、えっとまあ、ガンダムのセクションもありまして、ガンダムの,あのワールドカップのオーストラリア、ガンプラですね、のオーストラリア大会が行われるんですねそんなのあんのな初めて知ったけどその勝者は、お台場で行われるそのワールドカップの本大会に出場する権利を得ることができるという、かなりガンプラファンにはもう、本当に大きなイベントなんですけれども、すごいそれがですね、うんあの、オーストラリア中から百何十人のガンプラ ビルダーって言うんですが、うん、ビルダーさんが。ビルダーっていうの。もう、まさにガンプラっていうの。うガンプラなんです。<ぁ>ガンプラ、ビルダー。っていうもう、言葉になっていて。<ら>大集合されるんですよ。うん、で、それがスマッシュが、先月行われたんですけれども。その。うちがその会場のすぐ近くにあったので。うん、そのガンプラのビルダーさんが、たくさん。ご来店いただいたんですね。あ、なるほど。そうなんです。もう、本当に皆さん、面白い、あの方で。 あのお一人、日本人の方がメルボルンから来られてた方がおられて、うん、であとはもう大体、OG の方なんですが皆さん、本当に面白くていい方でもうこんなに、まあ、私あの、書店をやってますけれども書店とおもちゃも扱っているのでそのガンプラガンダムの人気っていうのが、うん、あのいつもひしひしと感じるんですよね。ででも自分が実際そそののののガンダムのことを知らなかったのでその 今回、そういうビルダーの皆様と触れ合う機会があって、もうこんなに長い間、多くの人をずっと魅了してるガンダムの魅力って何なんだろうって思って、手にしたのがこの、不動戦士ガンダムザ・オリジンという、20何巻続いてる漫画なんですけれども、これなんですよね。えこの本はそれについて 何についての本なんですかこれは、うんえっと、アニメで1970年代でしたよね、確か70年代、はい、80年代、えっと、放送されてたアニメのガンダムではあの、主人公がアムロという主人公でしたよね、うん、ねアムロがそのガンダムというそのモビルスーツに乗って、それを操縦して戦うんですけれども、それはどうやってアムロがそのモビルスーツに乗るようになったかっていう、初めの。 エピソードのところから始まった漫画なんですオリジンだからね、うん、そうなんですよ、うん、それがあの、この漫画、なんかこう、ガンダムって男性のものかなって思いきや、実はこのなんか数年、何人かの女性のお客様に、あのオリジン、面白いよっていうおすすめをいただいて,いて、て <laughs> <laughs> しかもその、えー、あのおす,すめいただいた方々、皆さんなんかこう、素敵な、自立されたお子さんもいらっしゃってて、<laughs> うん、しっかりなんかこう、ってらっしゃる。うん 素敵女性なんですよ。素敵女性がガンダムオリジンを進める。はい、でそれで気になってたんですが、うん、今回それをまあ読んでみようと思って読み始めましたら、もうこれはなんかすごいです、すごい作品です。でああ私が今更言う話でもないんですけれども、うん、あの宇宙のこの設定がものすごくやっぱり壮大で素晴らしいんですね。うん、あのただなんかこう戦う戦闘シーン を楽しむというよりはこの宇宙観世界観を楽しむというその中にその人間ドラマがあったりあの勇気があったりその絆があったりっていうあの人間関係があのいろいろ渦巻くのですが、まあ、あの宇宙コロニーってその宇宙ステーションですね地球からその避難して宇宙でコロニーの中で生活するっていう設定なんですけれども。 それが結構リアルで、もう本当にすぐに起こりそうな感じなので、宇宙好きな方とかなんかこうあのテクノロジー好きな方だったら絶対にあの男性女性関係なくおすすめしたいなというふうに思っています。これはあれですか、オリジンっていうのはあの、はい、最近書いたんですかね？あ、えっ、ー、と最近結構経ってますね、2000年。あ、そうじゃなくてそのあの要は元々あった癌。 ガンダムってあるじゃないですか原作からやって放送された後に、はい、まに付け加えというかで書いたって感じなんですかですよね、2007年2000年に入ってからなので。うん、ああ、はい、面白いね、なんか、あのなんていうの、最近あるよね、もともとの原作があって、うん、でそのその前の話を続,続編で書くみたいなさ、例えばの、ね、これ島工作なんかもそうじゃないですか、課長島工作もさ、あの後になってね、例えばその、 課長になる前のなんかヤング、はい、ヤング島工作かなかあ<え>、はい、あいうの面白いよね。そうなんですねあれを、ね、そうなんです、ね、あれだって島工作書いた後と書いあ島工作発表した後にその島工作になる前を書くっていうのは、うん、の課長になる前、ね。る前をさあの入社したばっかりの話を書いたじゃない。面白いなと思ってさ。うんうん うん、だからその今、お話聞くとそのガンダムオリジンというさまさにそのガンダムの,その、ね、アムロがのあのどうやってそのモビルスーツにという話ってさ言ったらその前の話だけどでもそのベースにある考えというのは最近の考え方でこう書かれているというのがそれは興味深いね、もっと多分大きなもちろん当時に比べれば今その宇宙に対する考え方とも変わってきているじゃないですか量子力学が出てきたりね。そ、はい、そうですよね、うん、だからこそ本当にあの 今読むといいかなって思いましたこれはちょっとかなりこれコミックですかコミックですコミック二十何巻って言ってましたよね結構長い23か24くらいまであったと思いますまだ私最初の方読み始めたばっかりなんですけどこれはじゃあ機会があればはい読んでいくとシドニーの方はマンガ記者でそうですねわかりましたジャケンズの方もね読みたいっていう方あこれあるんですかマ画ガ喫茶に本だらけさんに 漫画機さんにあります。あこれは全巻。全巻揃ってます。ああ、これはじゃ、あもうね、もう、これで行こうかな、シドニーに。はい、来てください、ガンダムツアー <laughs>。ね、ガンダムツアー。わ <laughs> かりました。はい、ありがとうございました。<laughs> 今回も、はい。ワクワクジャパニーズ radio on can f m eighty nine point one。 コモトークはいコモトーク始まりましたね最近なんか大人っぽくなってきたっていう評判がどんな評判ですよねララ出てくるような気がするんですけどもね <laughs> なんか13今日テンション低いですよ、はい、いやいやいや、なんか自分もそろそろ、ね、落ち着こうかなみたいな感じでね大人っぽいあのイメージで売っていこうかなと売れるのかって感じがしますけどもねまあ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 、ねうん、話変ありますけどねだいぶ変えたのはいどうぞ <laughs> 最近あの僕あの Facebook ライブにはまってるんですよ フェイスブックライブそう、インスタライブじゃなくてあ、インスタライブってのもあるのね、それ、ごめん知りませんけども、あ、なるほど、多分似たような、まあ、機能ですね。まあ似たような機能ですね、うんうん、いわゆるライブ放送が動画でできるという機能なんですけども、メッセンジャーとかとも違いますメッセンジャーとも違いますね。あすいません、全然分かってなくて、まあ。メッセンジャーは、まあ、メッセンジャーをどちらかというと、個人間、えー、のコミュニケーション、まあ、LINE みたいな感じじゃないですか。フェイイスブブックラっていうのは えとまあフェイスブックやってる人に限りなんですけども、はい、えとライブ放送をできるんですねまず<ー>でそうするとまず自分の友達が見れるんですよいきなりもう本当になんかね,ねい,いきなり画面がねフェイスブック開いてるじゃないはい で友達がライブ放送すると、はい、なんかねまず上がってくるんだよね<あ>そういう投稿として上がってくるしあのノーティスも上がってくるし<ー>なんか多分今フェイスブックそれを押してるから、はい、結構ね分かりやすいところにボーンと出てきてであのコメントも打てるんですよへ<ー>でコ面白いコメント打つとああって向こうが見てる人が うん、言ってくるのあコメントありがとうございますみたいなあの某ニコニコ生放送のあとそうだねあれに、うん、個人ばなんか個いうかお友達間のバージョンみたいな、まあなか分かりましたニコニコ分かりましたでもあの文字が画面に入ってこないやつ横になんかうなん、うん、確かそうあ携帯は画面に入ってくるけど PC は横に出るみたいな、まあ、そんな感じなんですけども、まあ、とにかくそういうのがあってすごいあのなんていうんですかね自分だけもできるしその友達との対談もできるわけ。 例えばじゃあ、コモさんとやりましょうかって言ったら、僕の画面の横にコモさんが出て、ね、そうしかもコモさん、友達見てるから、一気にすごい数の人が見るんですよ。<ー>うん、面白いそうで、この間、僕もちょっと初めてちょっとやってみようかなってことで、やったんですけど、はい、どんなこと話されたんですかえっとね、僕はね、なんかもうテーマ決めて、あのー、やったんですよ。 やるんならちゃんとやろうみたいな感じ。まあね、はい、はい。A 型長男なんでやるときはやるみたいな。あれ A 型だったんだ <A が> <laughs> あ。ごめんなさい、余計なあれを入れちゃった。<laughs> AB 型だと思ってた。あ、そうですか。ね、残念ながらね、日本で一番多いね、あの A 型長男、でね、真面目頑固、はいうん、ね、本当に反省して生きてますけども、まあそういうことで、あの今回は僕あの対談形式っていうか、毎回あの、はい、ある方にお願いをして。 あのやってるんですけども1回目はブリスベンに住んでいる方で今回ブリスベンに行った時にお会いした方なんですけども、はい、長年ひよこ園っていう保育園自宅内で保育園やっている方にインタビューしたんですよね<ー>ですごいやっぱり教育ってあの、まあ、特に保育園こあの本当にちっちゃい子供を扱ってるところなんだけど、はい、ダイレクトにねその文化的な違いが出たりするんですよ。あそうですね特に子供なんかか素直だから、うん そそそのまま出すででしょううあとやっぱりこう僕もたまたまあのいろんな関わりの中で、はい、その教育に関する興味というか問題っていうのをいろんなところで聞いて、うんはい、でその答えというか、まあ、答えっていうのはねあれなんだけどそのオーストラリアになんかちょっとそのヒントみたいなのがあるんじゃないかなみたいな話が。うんうんうん オーストラリアの教育方法ってこと。ことうん、っていうか、例えば、日本で結構皆さんが言われている。あの悩みの一つが、はい、やっぱりその教育が非常にこう、なんていう、ガチガチというか、管理。社会というか、例えば、その、ま詳しく分かんないけどね。例えば、まあ、ままあ僕も、うん、わ、なんとか分かるでしょう。分かります例えば。うん、あの、姿勢をピシってやって聞くとか、ね、あの、なんか、こう決まりが多いと。 ルルルルーーししかかなないいよねでもオーストラリアっていうのはいろいろ調べていくと、うん、実は、えー、とオーストラリアの小学校っていうのは、うん、それこそ地べたに座って聞いていいとかねっ肘,肘にこうついても別に先生は何も言わないわけです、うん、聞けばそうですね何も言わないね,ねでも日本ではそんなことありえないわけらしいんですよ、うん ちゃんとこうやんないと先生が、うん、それういういう違いを話すことであの何がいい悪いじゃなくて、うん、世界にいろんな価値観があるんだなっていうのが知るだけでもなんか結構あの日本にいる方がね、はい、そんな状況で授業を受けてるんですかっていうねところでヒントになるのかなっていうことであの今回そのまあ ヒヨーコ園っていう、ね、あのオーストラリアで長くあの保育園やってる方とお話をしてうん、うん、特に何かというわけじゃないけど話していく中であの日本にいる方、まあ他のね、それこそ日本だけじゃなくて他の国にいる方が聞いて、うん、あなるほどなって思ってもらえればいいかなと思って始めたんですななるほどね、そうなんだ、うん、<私>実際聞いてくれた方がね、うん、あの本当すごかったですよ。あの僕ほらケアンでしょお、はい、話している方がブリスメンで。はい でそれこそ視聴者の方はメルボルンシドニーシンガポール日本っていうことでねで皆さんこう意見を書いてくれるからすごいグローバルな感じがしましたよ。というわけで、ね、しいですね。うん まあそんな感じで、まあ、やってるんですけども話がねこれ,これも半分まで行ってしまいましたけどもねまあいつものことですよね、ま、聞いてる人は慣れてるから、うん、あたまたんさんがなんかあの自分のはまってること話してるな,なはい今日のネタなんだっけ、ね、はい行きましょうはい今日のネタはですねこれはもうコモさんの方からぜひ言ってほしいんですけどもあ私です、はい 今日のネタは、うん、えっと、グラウンディング。グラウンディングですよ、皆さん。あのグラウンディングってわかりますか、ね?。ね結構ね、聞くよね、グラウンディングって。聞くよね。結構っていうか、まあ、スピ系に興味ある方は、とか、例えば、なんだろうね、あの、自然なんとか、イベントとか、そういうにとこ。あと、ヨガやってる方なんかも、あ,あ,あの、結構、知ってらっしゃる方いると思うんですけど。うん ズバリグラウンディングとはじゅんさんえ,え、まず僕に僕に <laughs> そう絶対、まま、私が喋ると思ったでしょ今あえて振ってみましたいやいやあまあどうぞ僕にとってグラウンディングというのは厳密に言うとどの文脈で語られているのかなっていうのがまずありますねまずはうん。で、意味はねグラウンディングでしょグラウンドっていう地面ですよねだからイング、ing だから地面でってことでしょ ね、だからまあ、まあ、ごめんなさい本当にマジかっていう思った方がいると思いますけどちゃんと説明します。もともとは血に足の生えたというかことだと思うんですよ。 まあもちろん地に足ついたってことですね。ねついたってね、うん、じっくりとこう腰を据えるじゃないけどそんな意味もあるし、ね、あとは単純にアーシングなんてもありますけどもねアーシングね、はいこ,れまあ、これも皆さん聞いたことある方はあ,のあるかもしれませんけどもアーシングっていうのは僕の中でグラウンディングの一手法だなとも思いますしヨガの話でいうとやはりグラウンディング地球というもののパワーを感じて えー、例えば瞑想するとか、うん、いうような話にも多分使うのかなーっていう気がするんですがなるほどね、はい、こんな感じですけどもへえじゃあそんな潤さんのおすすめグラウンディングですねでも地に足ついたっていうぐらいだから私の中でグラウンディングイコールポイントとしての姿勢かなってところがあって姿勢ああなるほどあ分かんないまあ一つの考え方としてっ、うん、ていうか、まあ、いろんな考え方あるんでただあの 変に難しく考えちゃうとさ、うん、できなくなっちゃうからじゃあ何,何かなと思った時やっぱ姿勢立ってる姿勢まっすぐ<ー>本当にほら綺麗にストンってこう上からこう何だろう串を刺させれたようにちょっと言い方悪いけどまっすぐ立ってるとねやっぱり何だろうこうあのねお腹に自然と力が入るでしょなるほどあのおへその下に呼,、うん、呼吸も整うし、うん、あのね 足の裏足の裏がしっかりこうピタッて、ね、<ー>地面につくのよ、うんうん、そうするとやっぱりねあのねこれスピリチュアル系の人はエネルギーとか言うけどもっと言うと例えば体の血流とかもよくなるしあの姿勢を気をつけることで結構それだけでグラウンディングできちゃうかなって分かんない私はなんかそう感じてます、ね、ああなるほどで今ここにあるっていうのもやっぱり足をしっかりピタッてくっつけて感じるじゃないですかうん、うんね、だからそこであだから今私はここにいて こうななってるみたいなだから気持ちも今ここにここのこの瞬間に戻ってくれるまあこれはでもすごく簡単なやり方なんでプロの人は知らないですけどなんか私の中ではすごくシンプルなるほど、うん、そのまあ,あの体が本来あるべき状態みたいな感じですか状態と位置にあれば、うん、誰でもグラウンディングでできるじゃないですかあ<ー>あでも分からないなもちろん 体の問題がある方もいるし、そういう方はそういう方で自分なりの軸みたいなのがきっとあるんですよ。うん、うん、それを見つけていくと、やっぱ心地いいなって思いますね。なるほど。うん、じゃあ、あれですか。あの、こんさんはもう姿勢を気をつけるというか。姿勢気をつけてますね。私もともとなんか。うん それこそ書道とか習ってたんで姿勢めちゃめちゃ厳し,<ー>厳しかったっていうか先生がちゃんと教えてくれたんですけどやっぱ大人になりにつれてねパソコンとかいじったり仕事でするでしょうめちゃめちゃ姿勢悪いんですよだからそれはやっぱり直さなきゃなと思ってちょっとずつ気をつけてはいますねあと携帯だよねあーそうになる携帯,携帯をさ背筋伸ばしてみんなも怖いよねちょっと怖いんだけどあの人すっごい真面目に見てるなと思われちゃうもんね <laughs> でもやっぱ携帯を でもなるよね絶対こう前かがみになってさ今ね携帯で結局猫背になっちゃう人いっぱいいるんですよあそう思うようんだ携帯の持ち方の正しい姿勢教室とかやったらいいかもね本当にジョーさんやらないやグラウンディングの教室やってるんだからやったらいいじゃんやったらいいじゃんとか言っちゃったけどグラウンディングモバイルグラウンディング iPhone そう正しい姿勢のやり方みたいな楽しいじゃないですか <laughs> あのそうだねまあせめてさあの携帯を30分持ったらこの,あの姿勢をしてくださいっていうのはいいかもしれないねあそれはあるね持ちながらの姿勢ってちょっとイメージがわかないんですよ,よ,よ、うん、みんなこう前方に携帯をさ目の前にパーンって持ってさ背筋伸ばして歩く格好っていうのはなかなかに怖いよねちょっとねすごいなっていう、ね、あの姿勢で絵文字を送ってるよっていう 若い子、すごいですよね。しかも両手打ちだしね。そそそろろ時間でですすねねうというわけでね、今回ね、本当にグラウンディングからまさかの携帯の姿勢まですごい勢いで話が展開しましたけどね。んさん、いずれワークショップやるんで、ご興味のある方は、ぜひラジオまでご連絡ください。ご興味のある方はね、ご迷集まったら真剣に考えますんで、その時こうし者、コモさんなんでね、よろしくお願いします。じゃままたた来来週週 わくわくワクワクジャパニーズラディオ on CANSFM89.1 ワクワクジャパニーズラデオ今週も最後まで聴いていただいてありがとうございましたこのワクワクジャパニーズラディオはですね CANSFM89.1 というマルティカルチャルコミュニティレジオの、えー、セクションになってます全員すべてがですねボランティアでやっておのおののコミュニティを盛り上げるそういったラジオ重要なラジオになってますので 皆さんのサポート、声援が非常に大切になってきます。よろしかったら、えー、コメント、えー、いろんなものですね、こちらの方までお寄せいただけると嬉しく思います、えー。ワクワクは毎週月曜日夜7時からやっています。えー、実は日本でも視聴ができまして、えー、インターネット経由で放送を聞くこともできますし、えー、今はですね、放送が終わった後、YouTube の方に、えー お話の部分だけアップしています。音楽はちょっと著作権の関係で上げれませんので、音楽を抜いたバージョンを今 YouTube で見る、あ聞くことができます。こちらの Facebook の方にリンクの方載せますので、えー、よろしく、えー、興味がある方はそちらの方をご確認ください。こちらワクワクの前が6時から Excuse My French というフレンチの番組。そしてこのワクワクの後、この後すぐですね、8時からクックアイランドのプロ,プログラムがあります。 こちらももし、ねあのー、非常に興味深いその国々の音楽聴けますのでよろしかったらお聞きください。本当に今週もありがとうございました。Thank listening This community It's It's Wakak Japanese Radio on you for local community radio been such a long time in supporting all is FM FM local so please support us and not only japanese radio and other nationality. if you have your own uh, ethnic radio and if you don't maybe you should start your own uh, community radio uh, thank you for listening and uh, before our wakwaku Waku japanese radio program uh, start from 6 p.m uh, we have excuse my friend program and after our program we will have cook island program we have another uh, program all through the weeks for example um, made in italy tuesday from 6 p.m and also thai chinese samoan croatian uh, eastern timor and we have lots of like uh, ethnic programs so please tune up if you're interested in it. it's very interesting to listen to completely different music style thank you for listening and see you next time